声の芸術家、相川洋介が送る空音ボイストレーニング、いやー、はい、やっていきましょう。本日の題、でん。居酒屋の店員が振り向いてくれません。あー、これは東京あるあるですね。やっぱ居酒屋ってすごく騒がしいですし、ましてやこの年末に近づいていくと忘年会なんかもあって、もうそれはそれは騒がしいでしょう。そんな中で店員さんに振り向いてもらうのってすごく難しいですよね。すいません、すいませんって言っても、例えば後輩なんかいた時に振り向いてもらえないと、なんか先輩だって思われちゃったりして、なんかそういうの嫌ですね。どうすれば居酒屋の店員さんに振り向いてもらえるのか。で、ぶっちゃけ、私は居酒屋あんま行かないし、すごく騒がしいの苦手なんですよ。なんですけど、行ったことあります。で、居酒屋の店員さんにね、私もね、よくね、スルーされちゃいます。もうだからピンポンあるとすっごい便利ですね。ということで、ボイトレやるんじゃなくて、ピンポンがある店に行きましょう。でもそれだと始まんないので、じゃあどうやって呼べばいいのかというと、すごい簡単ですけど、私はいつもこうやります。すいません。すいません。これだけで全然違います。やっぱメガホンなんてよくできてるもんですよね。かっ飛ばせー野村みたいな感じで野球なんかで使うでしょ。メガホンがあるだけで全然声の感じって通り方が変わってくるもんですよ。ピーンとこういきますね。それは音っていうのには指向性があるからですよ。指向性っていうと、なんだそれは難しそうだなって言うと、その要は音がどこに飛んでいくかっていう性質のことを言うんですけど、例えばここにね、スピーカーあります。スピーカー、このスピーカーってこういうのは単一指向性といって、音はまっすぐ飛ぶようにできてますね。で、人間の声っていうのは単一指向性構造ではないです。全方向に飛んでいく性質があるのが人間の声です。で、そういったね、面白いスピーカーっていうのは実はねあるんですけど、それね、宣伝じゃないですけど、波動スピーカーっていうものがあるんですよ。興味がある方はね、ネットで検索してみてください。波動スピーカー、ひらがなでもカタカナでも出ると思いますよ。これはね、スピーカーの口がね、両端にあるんですよ。だから空間にボワーンと広がる、ちょっと不思議なスピーカーです。人間の声の構造に近いのがこっちのスピーカーですね。人間の声っていうものはですね、普通にこう喋ってると、私は今こっち向いて喋ってるからそっち側に声届いてると思うんですけど、こっち側に喋っても多分ちゃんと声って入ってると思うんですよね。それはこういう感じで広がってるからです。声の出し方によって指向性ってある程度変えられます。で、どういう風にすれば指向性が変えられるかというと、意識です。意識すりゃいいんですよ。こうやってすいませんってやる方法も一ついいんですけど、それをせずにピンと、その人そのピンポイントでポンと声を飛ばす方法ってあって、意識です。これはね、私の実験やったことあるんですけど、15年前にね、役者さんのトレーニングをやってた時なんですけど、お芝居の劇の中でね、それこそまずここに私が一人で、前5メーターぐらいのところに一人、もう5メーター先にもう一人いると。で、私はね、後ろの彼らは後ろ向いてますよ。で、そうして手前の人にね、こんにちはって言うと、どっちがこっちを振り返るかっていう実験なんです。こんにちは、こんにちは、わかります？1回目のこんにちはだと5メーターの人が振り返るんです。でも一方、こんにちはってやると奥の人が振り返ってくるんですよ。人間ってこういう感じで、自分のことだなって思う声っていうのがあるわけですね。で、それはほんの一つの意識ですね。あの人に声を飛ばすっていう意識でピンスポットで飛ばすんです。すいません、すいません、あっちの人に呼びたいなと思えば、すいませんって言って、そっちの人に振り向かせるっていう意識でポンと声を飛ばしてみてください。すいませんじゃなくて、すいませんって短くポンって飛ばす。で、この時意識だけだとちょっと心もとないって人もいると思うんですよ。だからお腹をちょっと使ってみましょう。お腹をこういう感じで声を出す瞬間にふっとふっキュッと縮めてみてください。そして、すいません、すいません、すごい飛びますね。で、私はこれあんま使いませんけど、声がなかなか通りにくいんだ、振り向いてもらえなんでっていう方は、このお腹をキュッと使ってみてください。まとめ、うん、どうすれば居酒屋の店員さんから振り向いてもらえるか。1、意識する、飛ばすことね。2、お腹使うでした。ぜひ試してみてくださいね。ためになったなという方はぜひ、チャンネル登録、それから高評価、いいねお願いします。またね、これを実際ボイトレ受けてみたいという方は、体験レッスンオンラインがありますのでお越しください。それでは、同じようになった。